メメント森水の初めてのムーミンバレーパーク。海のオーケストラ号とリトルミーのプレイスポット、海のオーケストラ号メレンフィスケ。さて皆様ご乗船完了ですね。はい、ありがとうございます。改めまして皆様、ようこそ海のオーケストラ号へ。私この船の設計を務めたこちらムーミンパパの大親友フレドリクソンという発明家のもとで修行しております。今日は師匠に頼まれて皆さんの案内役を務めることになりました。頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さて早速海のオーケストラをご紹介していきたいのですが、隣にある特別デッキへ皆さんをご案内するように師匠に言われておりますので、私からはちょっとだけご紹介したいと思います。海のオーケストラ号、こちらはフィンランド語で書いてあって、フィンランドではメレンフィスケと読みます。私の師匠フレドリクソンが発明をし、若い頃のムーミンパパそしてその仲間たちが大冒険をしたお船になっています。こちらムーミンパパの他にも、左上三角のお帽子をかぶっているのはスナフキンのパパです。スナフキンのパパ、お名前知ってる方いますか？ありがとうございます、教えてください。あ、よくさる、ありがとうございます、正解です。よくさると言います。よくさるはスナッキーとは別の色、青や赤のお帽子をかぶっていることが多いです。その下、こちらのお鍋をかぶっているのはロットユールというんですが、あの茶色い大きなお耳と長いお鼻のスニフのパパなんです。ちょっと似てないかもしれないですが、スニフお母さんには結構似てるんですよ。とお母さんになんですね。さて右下、こちらは皆さん分かりますよね、この白くて長いハーズ。ありがとうございます、正解です。ニョロニョロです。このニョロニョロ、皆さんもどこかで会えるかもしれません。よかったら隠れニョロニョロ探し楽しんでみてくださいね。さて間もなく出発のお時間となります。その前に私から3つお願いをさせてください。1つ目です、中での飲食はご遠慮いただいております。今回の途中喉詰まらせちゃったら大変ですからね。2つ目です、撮影 OK になっております。映像もお写真もどちらもどんどん撮って大丈夫なのですが、フラッシュ強い光を使用しての撮影をご遠慮いただいております。スマートフォンのフラッシュ設定自動にしておくと自動でフラッシュ焚かれてしまいます。十分お気をつけください。最後に携帯電話、音の出るもの音が出ない状態に設定をお願いいたします。さて準備ができたか少し確認しますね。どれどれ、あ、どうやら先客も来てるみたいなので私たちも早速こちら乗り込んでいきたいと思います。それではこの扉そして奥の扉、皆さんの方向に向かって開きます。皆様少しずつ下がっていただいて黄色い線の後ろまでお願いします。扉かなりギリギリまで開きます。黄色い線からお荷物出てる方ご注意くださいね。それでは扉が開ききるまでその場でお待ちください。それでは進みましょう。
大荒れの海の中を進むこともございます。もしかしたら皆様の方に向かって水しぶきが飛ぶ可能性がございます。濡れて困るお手荷物はあらかじめしっかりとおカバーの中に入れていただくか、お座席下の空洞のスペースしっかりとご利用をお願いいたします。特に紙袋お持ちの旅人さんはお気をつけくださいね。さあ皆様、濡れていいものは外に出して、濡れて困るものはしまってくださいね。大丈夫ですか？心の準備もよろしいですか？大丈夫そうですね。それでは冒険が始まりますよ。ムーミン、ムーミン。お前なあ、おかしいなあ。ムーミンたちは一体どこに行ったんだろう。困ったなあ。スリフ、スリフ。ああ。やあ、スリフ。ちょうど君も探していたんだ。僕も探してたよ。物置を整理していたら古いノートを見つけてね。このノートには私が若い頃の冒険の記録が書いてあるんだ。せっかくだからそれをみんなに読んで聞かせようと思ってね。さあみんな、こっちに来てお座り。ずっと前のこと、ヘブレンおばさんのみなしごホームの階段の上に置かれた紙袋の中にいたのが他でもないこの私だ。小さい頃の私は本当に一人ぼっち。誰も私の才能を分かっちゃくれなかった。ある春の日の夜、まだ少年だった私はみなしごホームから旅に出たんだ。やがて緑の森の中で親友となる発明家のフレッディクソンと出会った。彼は一隻の船を作った。その船の名前は海のオーケストラ号。船のペンキを塗っているのがフレドリクソンの甥で、ちょっと変わり者のロッド・ユー。そばで昼寝をしているのがヨークさん。ダメだと言うと逆のことをしたくなるやつだ。その日は出航を控えていたのだが、船をどうやって水に浮かべるのかが残された問題だった。さてどうするかな。そうだ、竜のエドワードだ。あいつが湖に飛び込んでくれればいいんだ。おい、エドワード。それからも後悔は続き、私たちは
三村一家とお化けに出会った。そして私はふと思ったの。誰もやっていない新しいことがやりたいな。例えばどんなことですか。それは空飛ぶ船さん。新しい冒険を前に私の頭は期待ではち切れそうだった。いよいよ出発だ。海のオーケストラ号をまっすぐ海に突入させたのだ。でもかじってしまう変わった生き物です。リトルミーのプレイスポットビッグムーンレイキパイッカでは皆さん改めましてようこそリトルミーのプレイスポットへ。皆さんはもうすぐあのリトルミーやミーのたくさんの兄弟たちに会うことができます。そうだ、今日は皆さんの素敵な笑顔の写真を撮ろうと思ってムーミンパパからカメラを借りてきました。それでは早速お撮りしますね。まずは全体をお撮りします。このカメラ本当にお撮りしますのでね、ゆっくり笑ってくださいね。ここはちょっとマスクとかよろしいですか。よろしいですかね。それではお写真を撮りしますよ。せーの、いいですね。皆さんいい笑顔ですね。じゃあ
続いてこちらの皆さんお願いしますね。しっかり笑顔でお願いしますね。いきますよ、せーの、ありがとうございます。いいですね。続いてこちらの皆さんお願いしますね。笑顔でお願いします。いきますよ、せーの、ありがとうございます。皆さんのおかげでとってもいい写真が撮れました。実はこのカメラ、ムーミンパパからこっそり借りてきたので、皆さん内緒でお願いしますね。ありがとうございます。さあ、そろそろあの子がやってくるはずなのですが、もう来てるかな。あ、みー、今わにゃ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 みーからの電話です。先ほど私が撮った5枚の写真を使って何か面白いことを考えたようですよ。あとはお楽しみにですって。さあ、そろそろ始まるようですよ。どうやらムーミン谷は真夜中のようですよ。それは何の前触れもなく突然やってきました。こんな夜遅くに誰だろう。ムーミントロールは急いで羽を切り、ムーミンパパの寝室に走りました。パパは怪しげな訪問者にワクワクです。一家は揃って恐る恐る玄関へと向かいました。開けてくださいな。訪ねてきたのはなんと三村夫人とその子供たちだったのです。それも以前よりさらに増えた子供たちにみんなびっくり。どうやら三村夫人は下島まで滞在させてもらおうとムーミン一家を訪ねてきたようです。ところでお子さんたちの寝床はと心配するママに三村夫人は言いました。ご心配なく、自分たちで何とかしますよ。ムーミントロールが部屋へ戻ると子供たちがベッドを占領していました。これは僕のベッドだよ。だけど子供たちは言うことを聞いてはくれません。ムーミンパパが寝ていると突然何かに噛みつかれました。掛け布団をめくるとそこにはミー。あたいはチビのミー、噛みたいから噛むだけさ。次の朝、ママがキッチンに入ると、さあ大変。ママは困りながらミーに言いました。それはコーヒー沸かしなのよ。今まではね、ミーは答えました。パパが時計のネジを巻きに行くと、そこにもミーが。毎朝時計のネジを巻くのがうちの決まりなんだが。ミーは答えました。今まではね。ムーミンハウスは子供たちのいたずらでもうめちゃくちゃです。お昼になると三村夫人は三村に子供たちを洗うようにお願いをしました。自分たちで数を数えてね。それから静かに遊ぶんだよ。三村はここでやっと一息。ところがミーたちはビリフヨンカの子供たちを連れ出し、無理やり戦争ごっこを始めたのです。どこが静かな遊びなのよ。ミムラは呆れてしまいました。静かな戦争なんてない。ミーは言いました。これにはビリフヨンカ夫人ももうカンカン。怒った夫人がミーに言いました。ミー、あなたは一番小さいのに一番たちが悪いわ。ミーも負けません。小さい分余計に頑張るんだ。夫人の怒りは収まらず三村夫人のもとへ向かいました。しかし三村夫人は聞く耳を持ってはくれません。それどころかミーを褒めるのです。ああ、ちょっと待って、ミーが皆さんに何か言いたい。わにゃ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 。ここでクイズです。この後
ミーがいたずらをしてムーミン一家を困らせます。それはどんないたずらでしょうか。1、巻き割り台を釘だらけにしてしまう。2、シルクハットを弓で狙い撃ち。3、ハンドバッグにカエルを入れる。さあどれでしょうか。これだと思うものに手を挙げてくださいね。いいですか、考えましたか。それでは1番だと思う人。1番は1、2、2名様、3名様、ありがとうございます。じゃあ次、2番だと思う人。1、2、7、ありがとうございます。じゃあ最後、3番だと思う人。1、2、3、4、5、6、あー結構いっぱいいますね、ありがとうございます。3番が一番多かったですね。それでは気になる続きを見てみましょう。ハンドバッグに変える。まっさらな壁なのに夫人は全くとがめる様子はありません。ミーや子供たちは好き放題いたずらの限りを尽くし、日に日にどんどんひどくなっていきました。初めのうちは我慢していたムーミンパパとママでしたが、もう限界です。そこである作戦を立てました。今日を夏至祭だと思わせる。それは名案だ。こんな早くから夏至祭の焚き火を。三村夫人は言いました。早くないですよ、今日が夏至だもの。ムーミントロールは言いました。あら変ね、確かに私は時間にはルーズだけれども、もう夏至祭とは。こうしてムーミン谷で最も寒い夏至祭が開催されたのです。ところがピリフヨンカ夫人が焚き火を火事と勘違いしたのです。大火事なの。消防団を丸ごとよこしてすぐによ。突然消防団が現れ、会場は大混乱です。どうなってるの、夏至祭の焚き火を消すなんて。三村夫人は目をパチクリさせてびっくりしました。それを聞いた消防団員は、夏至祭ですと、何を言ってると呆れた声を上げました。作戦は失敗寸前です。するとその時です、ミーと来たら突然消防団員の足に噛みついたのです。消防団員は怒ってミーを追いかけました。お逃げになった方が。そうね、こうなってはもう三村一家はムーミン谷にはいられません。急いで荷物を詰め込んだらムーミンハウスをそそくさと出て行きました。それはもう子供の数なんて数えている暇もありませんでした。こうしてやっと平和な日常を取り戻したムーミン一家でしたが、なんとチビのミーがスープ入れの中に隠れて残っていたのです。ムーミンパパはすぐさま電話を取りました。お子さんを一人を忘れて、それでいつ引き取りに。わかるね、子供に不自由はしていないからと。はあ、うちの子になったらお行儀よくしてくれる。ムーミンママが聞きました。ミーは答えました。条件付きでね、ムーミンの部屋に住みたい、それも一人で。どうやらムーミンは怒ってしまったようですね。それではこの後もムーミンバレーパークをお楽しみください。
お出口はこちら側となります。よく頑張ったね。ありがとうございました。リトルミーの店ピックムーカウッパ、リトルミーのグッズが揃う専門店。リトルミーはムーミン一家の養女となってムーミン屋敷に住んでいる小さい女の子です。ミーのお母さんは子だくさんの三村夫人で、三村姉さんやスナフキーもミーの兄弟です。なぜか生まれた時から極端に体が小さいのが特徴です。一見ミーは気が強そうですが、いつも正直で勇敢、案外親切です。また好奇心旺盛で人の秘密を探るのが好きですが、むやみに秘密を言いふらすような意地悪はしません。ミーの言葉は素直でストレートだから、人の心に刺さるのです。次回はコケムスエリアを大解剖、お楽しみに。